ローレンス・フォンテイン・スノーデンはアメリカ海兵隊の軍人。最終階級は中将。ローレンス・スノーデン1921年にバージニア州シャーロッツビルに生まれる。バージニア大学で学士号を取得した後、1942年2月に海兵隊に入隊。5月に士官養成学校に入学し、7月18日に少位に任官して軍務に就いた。 1944年3月に中尉に昇進し、1944年10月には大尉に昇進している。太平洋戦争では、クエゼリンの戦い、サイパンの戦い、テニアンの戦いに従軍した。1945年2月には、第4海兵士団の中隊長として、医王島の戦いに従軍した。戦闘中に二度負傷して、前線を離れ、 36日間の戦闘で中隊230人のうち半数が戦死した。伊王島陥落後はグアムの海兵隊部隊に1945年12月まで配置される。伊王島の戦いの記念式典に出席するスノーデン伊王島の戦い70周年式典でジョセフ・ダン・フォード夫妻と談笑するスノーデン1946年2月に海兵隊本部で 作戦参謀を務めた後、1950年8月から1953年3月にかけて海兵隊の試験運用スタッフとして勤務していた。この間にノースウェスタン大学で人事労務管理の修士号を取得し、1951年1月には少佐に昇進している。1953年4月に第7海兵士団に、 配属されて朝鮮戦争末期の大韓民国に赴任し、1954年4月まで従軍した。スノーデンは朝鮮戦争で先行を挙げて、レジオンオブメリットを授与されている。停戦後はアメリカに帰国して1954年5月から1956年6月まで海兵隊員募集局に勤務し、1955年1月に中佐に昇進している。 1958年9月にアメリカ海兵隊式幕僚大学に入学し、卒業時にアメリカ統合参謀本部に海兵隊スタッフとして派遣される。1962年8月に教習揚陸艦伊王島艦長に任命され、第三大隊指揮官として10月に発生したキューバ危機の際にはカリブ海の紹介任務に就く。 1963年5月から1964年6月までカリフォルニア州のペンドルトン基地の広報支援参謀を務め1964年2月に大佐に昇進した1964年7月に太平洋艦隊に配属されてハワイに赴任した1966年8月にベトナム戦争に従軍する戦争では 第三海兵遠征軍の参謀として、部隊運用を担当した。ベトナムから帰国後は、軍事工業カレッジに入学し、1968年6月に卒業した後は、海兵隊本部の人事局次長に就任、8月20日に准将に昇進している。同年9月から12月にかけて、ハーバードビジネススクールの経営管理コースに参加し、1970年2月から、 経営分析部長に任命された。また、この間の1969年3月から9月にかけて観察官を務めていた。1972年4月1日に少々に昇進している。1972年6月に在日米軍司令部参謀長として日本に赴任して1975年まで務め、日本の安全保障に寄与したとして、 軍に東水法省を授与されたほか、1975年8月6日に、中将に昇進している。1977年5月21日に、海兵隊本部参謀長に任命され、1979年5月31日に、退役するまで同職を務めた。2003年に、妻マーサと死別している。2015年には、フロリダ州の退役軍人の伝道入りを果たした。 2016年3月に国家公務員功労勲章と海軍功労勲章を授与された。また、同年には回顧録、スノダン、エスストーリーを出版している。2017年1月にタラハシーの新聞タラハシーデモクラットのパーソン・オブ・ザ・ヤーに選ばれている。2月18日にタラハシーで死去した。去年95。同年4月には国防長官、 ジェームズ・マティスト、アメリカ海兵隊総司令官、ロバート・ゲラーからスノーデンの遺族に対し、彼の貢献を称えて、海兵隊機が贈られた。伊王島の日米合同慰霊祭に出席した、スノーデン太平洋戦争で、日本軍と戦った経験から日本に対しては像の感情を抱いていたが、朝鮮戦争の際に、軍事物資調達任務を任された際に、日本の政府、財界人、 軍人と接する中で、憎悪の感情が薄れていき、晩年には、今となっては、そんな感情を抱く意味は何もないと語っていた。退役後の1985年から、旧日本軍人との交流活動を始め、1995年には、洋党の戦いの日本軍守備隊司令官、栗林忠道の妻から、昨日の敵は、今日の友というメッセージを受け、戦争を二度と繰り返さないように、 共に協力せねばならないとの思いを強くした。異王党の戦いから50年を迎えた同年には、戦闘に参加した両国の退役軍人の再会の場を作ることを呼びかけた。2015年4月30日には、内閣総理大臣、安倍晋三が、アメリカ合衆国議会合同会議で演説した際に、日米の和解の象徴として、栗林の孫である、晋道義孝と握手を交わし、 議場の出席者から喝采を浴びた。また、伊王島で開催する日米合同異例試にも頻繁に出席しており、伊王島には勝利を祝うため行ったのではない、言っているのでもない。そのおごそかなる目的は、双方の戦死者を追悼し、栄誉を称えることだと語っていた。安全保障の面から沖縄県にアメリカ軍基地を置くことの重要性を唱え、自由は、 無料ではないことを理解してほしいと述べている。一方で、基地に対して不満を抱いている沖縄県民がいることも認めており、今後の基地変換や米軍部隊の移転を通して、事態は改善していくと考えていた。在日米軍司令部参謀長時代には、日米合同委員会でアメリカ局長の岡原義夫と米兵による犯罪行為について、たびたび協議を行っていた。 大半の犯罪行為については、日米地位協定に基づき在日米軍が処罰を行ったが、スノーデンによると、日本側に裁判権があると感じる事件もあったという。ありがとうございます。